はい、皆さんごきげんよう、大島です。今日は大好評シリーズのインビザラインあるある患者様編をお話します。患者様編ね、このインビザラインあるあるということなんですけど、患者様がインビザラインの治療したいですよね。インビザラインの治療する方ってね、歯を並べたい方がいらっしゃいますから。ただ歯を並べたいと思って僕たちのクリニックにね、こうわーって来てくれたのにもかかわらず、ちょっと抜歯しないといけませんよっていう風なお話が出て、なんでみたいな感じで思う方多いじゃない。テンションがこうグーッね、こう歯を並べるんだと、矯正するんだ、私も頑張るんだと思ってきたのに、グーンとそこのテンションがこうグーンって下がるのが抜歯のとこじゃない。そういうの多くないね。ここなんか頑張るぞみたいな、ね、矯正するインビザラインだみたいな感じで来たのに、はうみたいな感じで下がっちゃうのが抜歯なんですよね。なんで抜歯するのと、あなたたちはなんで抜歯するなんていう酷なことを私に言うんですかと、そういうことですよね。それを言ってほしいわけですよね。酷ですから、患者さんからするとはっきり言うと抜歯っていうのは酷です。それは分かってるんですね。もう大変ですよ。もうせっかく生えてる歯ですから抜く必要ないんじゃないか、なんか抜かなくて できないのかと、分かります、その気持ち。ただなんで抜く必要があるのかっていうのと、どの歯を抜くのかっていうね、抜く必要があるのかっていうお話をします。親知らずはちょっと抜いといてね、抜いといてじゃなくて置いといて、親知らず以外の歯の抜歯選択どういうところするのっていうお話をします。まず、なんで私の歯を抜歯する必要があるんですかっていう、まあ、そもそも論のところですね。そもそも論で、まず一つ目はね、圧倒的に多いのがこの神秘的な要因、見た目ですよね。見た目がやっぱりこう口元がこうね突出してる出っ歯だったり、まあ、これ口ごぼっていうんですよ。これロゴボじゃないですからね。うちのトリートメントコーディネーターの花田君がロゴボとか言ってましたけど、ロゴボじゃなくて口ごぼですから、口ごぼですね。口がごぼっとしてると、そういうことですよね。口ごぼの方、出っ歯の方、やっぱり直したいんですよ。こうマスクしてるとなんか落ち着くけど、外すとあれってあるじゃないですか。まあ、そういうのも非常に重要ですよね。一生懸命閉じようと思っても閉じれない。で、神秘的な要因、閉じるにはどうしたらいいかというと、この前歯をこう下げたいんですよ。こうやってね、前歯を下げてあげるとこの唇もスーッとついてくるわけなので、前歯を下げてあげたいんだけど、下げるためにはスペースがないと下げれないんですよ、ね、だから奥の歯、第9歯を後ろに送っていって、他の歯を抜かないでなんとか並べてほしいって気持ちありますよね。でインビザラインはそれが得意ですよっていう、YouTube も出してますんで、そちらの方も見ていただきたいんですけど、第9歯もね、もう無限に後ろに下げられるわけじゃないんですよ。限界があるんです。例えばここに歯があってね、ここまでしか骨がないとします。ここまでしか、そうするとここまでしか後ろに下げれないわけで、ここで第9歯を下げて、ここまで下げてね、でそれに付随してどんどん並べていったときに、前歯が美しいポジションに下げられるんだったら火箸でもいいかもしれない。だけど第9歯をぐーっと後ろに下げていったけど、並べていってこの前歯の位置がまだまだやっぱり出っ張っちゃってるとか、初めよりかは下がってるかもしれないけど、患者さんの希望となるところ、ここまでこういうふうになりたいなと思うところまでいかないとき、あと我々がセファロレントゲンといってね、分析するんです。この頭のこの骨の形だったりとか、 横のこの顎の状態とか、この鼻の高さとかね、それで前歯の位置がここに来ると標準値ですよっていう数値があって、その位置にこう持っていってあげるように計画立てるんですけど、まだまだその位置までちょっといかないなと、患者様の希望も、あと我々の医学的なその分析でもちょっと足りないなという時に、これ以上下げられないんで、そういう時に抜歯をするわけですね。だからね、やむを得ずなんですよ。やったぜ抜歯じゃなくて、この歯くんありがとうございます、でもこの歯くんがあると前歯を正しい位置、理想的な位置に持ってこれないんで、ね、ちょっとよろしくねと、そういう気持ちでしてます。プランニング立てる時もね、それをすることによってスペースができるから、その歯を抜歯するとね、8ミリぐらいスペースがあるんで、そのスペースに犬歯を持ってきてあげて、前歯を持ってきてあげて、前歯の位置を整えると、それが神秘的な要因を改善するときの出っ歯、この口ごぼの患者さんの改善の時のアプローチですね。で、2つ目の理由としては、機能的な要因といってね、とにかく口が閉じれなくて噛めないと、前歯が出っ張っちゃってるとかね、下の歯との差がすごいとか、こんな感じで全然噛めれないとか、
そういう時にも上顎上顎の前歯を下げてあげるためにどこにスペースを作ったらいいのかなっていうのを分析するんです。でその時に大臼歯、奥の歯を後ろに下げることができるかなとか、もしかしたら下顎を少し前の位置に持ってくるようにね、機能的なトレーニングっていうのをして、それで噛めれるようになるかなとか、さまざまな計画を立てるんです。ですけど下顎をこう前方に持ってくるのも難しそう、大臼歯の遠視度を後ろに持っていくのも限界があって、どうしても前歯上の前歯を後ろに下げるときには抜歯してあげる必要があるなっていうときに抜歯をするわけですね。それをすることで前歯が前歯が噛めれるようになったりとか、お口が閉じやすくなって乾燥するのを防ぐとかね、そういう機能的な見た目の要因も一番に感じる方もいらっしゃいますけど、やっぱり常にお口が乾いてるとか前歯が噛めないっていう機能的な問題を抱えている方もいらっしゃいますので、そういう方の時にも抜歯をする選択を計画する時があります。じゃあ一体どの歯を抜歯するんですかっていうことなんですけど、治療は難易度が上がるんですけど僕たちのね、ですけど長く患者さんにやっぱり喜んでいただきたいといつも考えているので、あとオンラインサロンの方ではより詳しくですね、抜歯のするときにどういう感じでアプローチするのかという内容をいっぱいお話ししてますので、インビザラインアライナー矯正治療を学びたいなと思っている先生方、こちらの概要欄の方からリンクが貼ってありますので、そちらの方もぜひご覧ください。